皆様こんにちは。自動車技術会会長の寺志です。自動車技術会では本日より2021年春季大会を開催いたします。お忙しいところご参加いただきありがとうございます。2021年春季大会開会にあたり一言ご挨拶を申し上げます。本会では加速する技術革新にタイムリーに対応し、 様々な分野との連携を拡大する新しいステージに踏み出すため、今回のルーツである設立の趣旨を尊重しつつ、未来に向けた新しい存在意義を再定義し、その思いを今回のビジョン、ミッション、ステートメントにまとめました。合わせて、未来のモビリティ技術に貢献する学術団体をイメージした新しいロゴマークを導入することといたしました。 さて、昨年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により春季大会並びに人と車のテクノロジー展横浜をはじめとしたほとんどの行事を中止せざるを得ない状況となりました一方今回関係者の皆様からは厳しい環境下にありながら多大なるご支援をいただきウェーブ会議等の IT ツールを活用しオンラインにて 授業を推進ししてままいりました皆様のご協力に心より御礼申し上げますそして今回の春季大会はオンライン開催とした昨年の秋季大会を多くの皆様にご聴講いただいたことを踏まえご参加いただきやすいようにオンラインで収容行事を開催することといたしました。具体的には 学術講演会キーノートアドレス学生ポスターセッションをオンラインで開催いたしますこの後配信いたしますキーノートアドレスには自動車と連携がますます重要となる技術分野からソニーグループ株式会社執行役員の川西泉様にご講演をお願いいたしました ビジョン S プロジェクトソニーのモビリティに対する取り組みと題しモビリティの進化に対するソニーの考え方や取り組みまた第一弾となるプロトタイプ車両の概要開発秘話今後のチャレンジなどソニーが挑む車づくりについてご講演いただきます私も非常に楽しみにしておりますキーノートアドレスは どなたでも無料で聴講できますのでぜひご参加くださいまた学術講演会では自動車技術の基盤領域から自動運転や電動化といった新たな技術領域まで多くの研究成果の発表を予定しておりますまた同時開催予定であった人と車のテクノロジー展横浜は実地開催に向けて準備を進めてまいりましたが 残念ながらコロナウイルス感染症の収束が見えないため皆様の安全確保を最優先として中止といたしましたしかしながら今年は新たにオンライン展示会を開催いたします場所や時間に制約されずに最新技術展示の閲覧やセミナー聴講ができるよう工夫を凝らしておりますので エニータイムエニウェアお気軽にご参加ください。今後も新たなステージに踏み出す自動車技術界への変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。最後になりましたが、一日も早いコロナ感染症の収束を願うとともに、医療関係者の皆様の献身的な活動に感謝いたします。